こんにちは、有馬です。いつもご視聴くださいましてありがとうございます。感謝しています。このチャンネルでは覚醒やアセンションについてお話をしています。前回も覚醒ってこうなんですよってお話をしたんですけど、その続きになります。意識を変えていくというところまでお話をしたんですけれども、じゃあこの意識はどうしたら変えていけるんでしょうか。で、今まで私たちが、信じていた意識というか信じていたことですね。信じていたことの中には自分だけが信じていることもあれば、集合意識として、他の人も割とね、高い確率で信じていることもあります。でこの2つですね、この2つを何も疑問も持たずに信じてきたかもしれません。特に、私たちが子どもの頃から、学校や、メディアで教えられていたことというのは、もう疑いさえ持たない状態で信じているんじゃないかと思います。これじゃあどういうのがそうかなっていうと、お腹が空いてなくても、朝昼晩時間になったら食べるとか、これってほとんどの人が疑い持ってないと思うんですけども、これは昔はそうじゃなくて、お腹が空いた、もう食料を体の中に取り入れないと危ないぞという時に入れてましたね。本当にずっと前は。ただお米を作るようになって、そして、そこにずっと定住するようになってからは蓄えるということができるようになりました。なので、今食べとかないともういつ食べれるかわからないっていうような、ライオンさんとかね、今でも肉食獣とかは今食べとかなきゃいけないから、獲物を取る。でもお腹がいっぱいの時は蓄えておこうという意識がないから、目の前を獲物が通っても知らん顔です。で、私たちも本当に原始時代なんかはそういう生活をしてたんですけれども、だんだんそのいつか食べ物がなくなった時のために蓄えておこうよっていう意識が働いたんですね。で、そこからもう、決まった時間に食べるという、そしてその決まった時間に食べるという方が合理的っていうふうになって、そういう生活になったんですけれども、これは生理的な欲求からするとちょっと不自然なんですよ。で、例えば12時になったらお昼ご飯を大体の人が食べると思うんですけど、12時になってもお腹が空かないことってありますよね。もしくはお腹いつもその時間になってもお腹空かない、でも12時になったから一斉にみんなで食べる、これって考えてみるとおかしいんですが、ここには何も疑いをほとんどの人が持ちません。それは小学校の時、いや もっと言うと幼稚園とか保育園、さらにその前お家にいた時もそうかもしれません。お昼何時になったから、12時になったから、さあお腹が空いてなくても食べたくなくてもご飯を食べましょう。で、そういうふうに習慣づけられてるんですね。だから大人になってもちろん会社もそうですよね。12時から1時まで休憩して、その間ご飯を食べると。で、みんなも食べてるし、そのご飯食べる時間だから食べてる。で、これに疑問を、持ってる人もいると思うんですけど、それが今できる人はね、そうしてるかもしれません。自営業の人とかフリーの人とか主婦の方なんかはお腹が空いてないから、お腹が空いてから食べるってことをしてるかもしれませんけど、会社員の方とか、学校ではもう何時になったらご飯ですよと。で、こういうのが一つの例なんですけど、こういうことが、たくさんあると思います。で、その中で疑問をもう感じると面倒なんですよね。だってもう当たり前のようになっていると何も考えずにそれに従って一日が終わっていく。で、こういうふうにして疑問を持たず、そして、これがおかしいとか間違ってるとか、違うんじゃないかとか何もわからないまま、こういう日常のね、当然でしょうっていうのがいっぱいあるんですよ。で、この意識に、まずは疑問を持ってみる。これって本当にそれがいいのか、本当に私はそうしたいのかな、
これが望んでることなのかなと、本当に小さなこと、本当にお昼ご飯を、じゃあ私今お腹空いてこれを食べたいのか、で食べる時だって何を食べるっていうのは、その時の体が欲しているものだから分かるはずなんですね、自分で。でも出されたもの、もう給食なんかは出されたものを食べるしかない。でみんなとなんか食べに行った時もみんながこれって言うから、じゃあ私もこれっていうふうに、なんとなく体が欲してる自分が食べたいものではなくて、流れと かその周りの状況によって決めているとか、これもちょっと疑問を持っていただきたいんですよ。でそんなことが意識を変えることにつながるかというと、つながるんです。こういう私たちの小さいことから、今私は食べたいのか、お昼を食べたいのか、自問自答してみると、いやお腹って空いてない、で本当にこれが食べたいのか、いや別のものが食べたいよって出てくるかもしれません。そこに丁寧に注意を向けていくだけでも意識が変わっていきます。でこういうものを積み重ね積み重ね、大きいこと小さいこと、そうするとなんだこっちの方が私は心地いいよ、こっちの方が体が喜んでるよ、心がほっとするよ、そういうものをちっちゃいことから変えていくんですね。でその時はどうしてもその変えれない状態があると思います。でも変えれるものは変えていく、自分が自由にできることは自由に変えていくという意識、これが意識の変容のもう小さな小さな第一歩になります。でここからもうちょっと大きいこと、それってありえないよねみたいなところですよね、最後はね、そういうところまで持っていく。でここの間に必ず私たちは思考を使ってます。何かを決めるとき、何かを変えようとするときに思考を使ってます。でこの思考はね、使っていいんですよ、っていうか思考を使わないとできないんですけど、割合が今多すぎるんですね。でもう一つ何かというと、よく直感でなんかこうした方がいいとか、ここっていうのがあっても、次の瞬間に思考が上からかぶせるんですね。それはないんじゃないって、それはできないよ、だってお金がないし、だって人に何て言われるかわからないし、だからその合理的にそのいろんな説明をくっつけるんですね。今日は無理とか、今、子供が小さいから無理だよとか、なんかいろいろこう理由をつける、これって全部思考がやってることなんですよ。魂とか、スピリットね、スピリットって言いますけど、スピリットの部分がやってるわけじゃない。でも直感で来るものっていうのは、自分にとって一番今それが必要なんですよ、こうするのが一番のいいことなんですよっていう、スピリットの、ところから、次元から見たものなんですよ。でもそれを今まで使ってきてないんですね。全て思考で処理しましょうという教育のもとに、慣れ親しんだやり方だから、楽って言えば楽なんですよ。今まで慣れていることって、もう何もあまり考えずにできるじゃないですか。もうこれが来たらすぐこれで対処するという、で直感が来てもそこはできませんってすぐに消してしまうのは思考が消してるんですね。ここを直感に従うっていうことに切り替えていきましょうと、これが意識を変えるっていうことにつながっていきます。でその過程の中には、思考がどうして働くかっていうと、私たちは損をしたくないんです。みんなそうだと思います。損をするのが我慢できないぐらい嫌なんですよ。で反対に得をするのはすごく好きなんです。でも損をするのと得をするのと、どっちが人は優先するかというと、損をしないことなんですね。で損をしない上で得をするとなお、いいなと思ってるんです。だから、直感が来た時に、思考で考えて、それは損をする、得をしないってなると却下になるんですよ。でも
最終的に見るとだいたい直感を無視して頭で選んだ得って最終的はね損をしてるんです。今までのことを振り返ってみると私もそうでしたし、でも直感に従って、その時は一時的には損をしたように思えることでもその後長い目で見ると得をしてるんですね。それは、まあ、あの物質的なものには限りませんし、あのお金が得か損かだけではなくて全体的に自分の魂の成長につながるとか、いろんなご縁をいただくとか、それから自分がのもう本当に環境的にとか、まあ、お金だったり物だったりに関してもそうです。すべて直感に従った時ってあの最終的には得をしてるんですよ。でもやっぱり目先の今これをすると損じゃないかっていうところを考えてしまうから、思考で判断したものを選んでしまう。で、あ、得した損しなかったって思っても後々損をしてしまうという、うん、このスパイラルっていうのはあの考えてみるとありますね。誰にでもあると思います。でも怖いから直感に従えなかったりとか、損をするのが嫌だからとか、ここを手放すということなんです。損をする、得をしないということを手放して、一時的にはまあ損をするかどうかわからないし、本当に損をしてしまうんじゃないかという恐怖があるけども、とりあえず直感に従うということをやっていく。すべて直感に従うことはできないかもしれません。でも従えるときは従っていく。自分の体が求めているもの、心が求めているものは本当に目の前のこれなのかな、選ぶときとか食べるときとかもそう。その一つ一つをただ丁寧に丁寧に蓄積していく、いったときに、意識が変わっていきます。でもうそれは、当たり前っていう無意識の領域まで入っていけば、何かあった時にもう直感で選べるような体質になっています、ね、ここをじゃあ何をしたらいいんですかっていう方はここから始めていってみてください。まずはあの変えれるところ、できること、今自分がそのガラッと変えるんじゃなくて少しでもできることから始めるって言ったら、これを始めてみてください。きっとあの時間が経てば、ね、日数が経てばなんか変わってるなって思うと思います。あ、すぐに決めれるようになったなとか、心地よくいられるようになったなとか、もうそのぐらいでいいんですよ。最初は何もそのすごい大きなことをしなくても、目覚めるってことはできます。まずはここから始めてみられてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。それではまた。